大丈夫か？立てない。立たせてくれってことかよ。ねえ、そうきますか。早く。おう。何？おい。ここで目をそらしたりしたら、また後でからかわれる。私の勝ちね。くそ。それじゃさっさと行くわよ。おお。行くことは珍しい。対価が必要なら他に何でも払ってやる。その代わりお前は俺の記憶に隠れるな。それは、それはお前がこうなった原因を知っている場合だけだ。俺は死に戻りをしている。俺は死に戻りして何度もやり直してたんだ。とりあえず何度も何度も一人でずっと一人で俺はこれまでの足跡を知っている。見たからね。知りたい。だって僕はこの世の失敗します。ここのケーキ屋さん一度来てみたかったのです。タマコには難しくてよくわからないのです。なんだよ、タマコちゃん。風太郎くん、恥ずかしいから見ないでくれるかな。美味しいのです。しかし助かった。大した嘘だ。驚かされたぞ。もう演技って言って。お疲れ、イチカ。こんな時まで演技だなんて、これじゃ本当に嘘つきだよ。でもこんな顔見せられないよ。さん、やっとこっち見た。おお、だ誰だ？なんだよ俺の名前を。よくぞ聞いてくれました。あなたが落としたのはこの100点のテスト？それとも0点のテスト？俺のテスト？なんで？それはですね、あの時ああなって私が気がついて、というわけです。で、どっちですか？右。わお、正直者ですね。両方セットで差し上げます。いらねえよ。てか0点って誰のだよ。私のものです。よく差し上げる気になったな。上杉さんの第一印象はネクラで友達いなそうでしたが、新たに天才を加えておきますね。あよっ、いつまでついてくんの。まだお礼を言われてません。は？落とし物を拾ってもらったらありがとう。天才なのにそんなことも知らないのですか？たまたま拾った。これで貸し借りなしだ。そっか、ありがとうございます。お礼言っちゃったよ。そんなことないよ。
緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私にマフラーを巻いてくれてありがとう。いつの間にか普通に話せてる。いろいろあったのに不思議。え？誰？どこ行ったんだか。ん？どうしたミク？疲れちゃった。少し座ろう。いい感じだよ。あ、ん？ミクのパン拾ったのにホテルに忘れてきちゃった。これをミクに渡せばいいんだね。なんだそれ。え？なんで私のパンがこんなところに。腹減ったし一個もらうな。あ、うん、うまい。頑張ったな。私頑張ったんだよ。もっと知りたい。風太郎のこと全部、そして私のことも全部知ってほしい。あれ、今日はそこを見られただけで満足。あれも好き、あれも好き、これも好き。好き。スバル、あのね。なんかすごい勢いで顔赤くなってるけど大丈夫？大丈夫、全然平気です。それよりその大事なお話があります。なんかかしこまってますね。でもだからやっぱりちゃんと話しておかなきゃって。その私のお腹の赤ちゃんの話を。パードン？応戦の最中にこんな大変なことだけど、でも生まれてくる赤ちゃんは悪くないし幸せにしてあげたいの。エミリアタン、赤ちゃんは鳥が運んできたりキャベツ畑で収穫したりしないよ。でも男の人と女の人がチューしたら赤ちゃんができるんでしょ。え？恨むぜパッカ。うん、堀さん歌上手だね。そんなことないわよ。っていうか外で歌うとか気をつけよう。私？私は流行りの曲がわからない。アニソンは完璧に歌えるのに。宮室、あんたこそ私の名前知らないんじゃない。え、京子でしょ。私がバカみたいじゃない。堀さんってたまにアホっぽいな。わ、笑いだけ笑いなさいよ。だって笑ったら怒るでしょ。当たり前じゃない。そう、私のことを好きにさせてみせるわ。お、今日からか。そうよ。ところでこの髪型どうかしら。まあ仕事はしやすそうだな。素晴らしい、完璧だ。君は天才だ。そうですか。いや、大切な予約が入ってるんでね。この界隈では知る人ぞ知る有名レビュアー、メイ。目指せ星5。はい、頑張らなきゃ。この店の一員に早くなって風太郎にもちゃんと近づくんだ。この生地なんですが味に違和感が。え、すみません、それ私です。すぐに作り直そう。はい。どうしよう、私のせいでみんな忙しそうだった。これ見てみろよ。でもあんまじっくりは見るな。クリスマスの時に100個のところを俺が間違えて1000個注文しちまったサンタの飾りだ。あとこの棚の傷、俺が一人で転んだ時のだ。それに比べたら小さなミスだ。もしかして励ましてくれてる。ちげえよ。なんで、それならなんで私を避けるの。だから初めてなんだ、誰かに告白されたのは。
どう話せばいいかわからなかった。でもまだ決めないで。だから私のことをもっと知ってほしい。私がどれだけ風太郎を好きなのか。あっそう。ん？どうしたの上杉くん、耳まで真っ赤だよ。あ、これは覚悟しててね、ふーくん。仕事中だぞ。何してんのよ。まさかな。おかわいいこと。